これからお話しするのは、ちょっとね、俺の農学っていうか自然農法の中核をなす基礎をなす部分です。ただまだ学者さんも誰も提唱してない理論なんで、科学的に認められたものではありません。だけれども、俺の農学の師匠の南克幸先生はあり得るか、まだ誰も提唱してないけども十分あり得る仮説だと、そういうふうに評価してくれたお話です。まあ、これをね、信じるか信じないかは皆さんにお任せしますけども、俺はこれは正しいっていう、なんだろう、確信を持って栽培に当たってるんで、ちょっと聞いてってもらえたらなと思います。で、その概念って何かっていうと、ホメオスタシス、恒常性、日本語で恒常性っていうものです。これ何かっていうと、まあ、我々の体温、ね、これが一番わかりやすいんだけど、体温だけじゃないんだけども、体温が一番わかりやすいんだけども、ね、真冬でも真夏でも体温って36度とか7度とかある程度の振れ幅はあるけれども、一定の状態で、ね、保ち続けるじゃないですか。そのことをホメオスタシスっていうんだけども、ね、これ自体はもう十分認められた生理学の重要概念としてちゃんと認められたものなんで、ね、安心してください。で、次がこのホメオスタシスっていうものが地球にあるんだよって喋ったのが、ガイア理論で有名なジェームズ・ラブロックさん、ね、彼は大気の観点だったかな、大気の観点から、地球にはホメオスタシスが存在するんだっていう話をして、ね、最初は眉唾物だったらしいんだけど評価されなくて、今は十分にね、みんな評価する認めるところの重要概念となってるものです。で、それを俺南克幸先生に教えてもらって、十分いっぱい教えてもらってね、それで俺2年間終わってからね、先生に教えてもらうの終わってから、農業しながら考えて思ったのが、地球にホメオスタシス、大気にホメオスタシスがあると、で地球にあるって、じゃあよ、俺の足元にあるこの畑にも土壌にも土にもね、ホメオスタシスって存在するんじゃないのって、こう思ったのね。でそっから俺はいろいろ調べて考えて、だけども同じ研究をしてる学者さんっていうか、それを提唱した人も見つからないし、分かんなくなって、正しいと思うんだけれども、それを否定するだけの材料もね、見つからなくて、近所の図書館とかネットとかでも、それで静岡まで行って南克幸先生に会って、まあ、今は東京にいるんだけども、まあその時は静岡にいて聞きに行ったのよ。そしたら、いや、それは十分あり得ると言われたのね。でそれ何かっていうと、まあ一つの観点で見た方がいいんだよね、分かりやすくね。俺はその時窒素、ね、窒素リン酸カリっていう肥料の3要素の一つ窒素に着目して先生にお話ししたのね。何かっていうと、我々は栽培する時窒素は必要だって、肥料を入れるじゃない、ね、俺は入れないけどね、無肥料栽培だから一応ね入れないけれども、ね、入れるじゃない普通。そうすると、例えばこの畑には10入りますと、そこに10入るところに20入れたらどうなるかっていうと、植物がよく育つじゃない、それは土壌中の窒素を減らそうと吸い上げてるんじゃないかっていう見方をしたのね。でそれに対して、その窒素を吸った植物に対して、この病気、菌とかウイルス、そして害虫、これが集まってきて食害、害をなすってことは、もう窒素で増えればそうなるんだってことはもう分かってるんだけども、それは実は植物が吸い出した窒素をさらに遠くに拡散するために存在するんじゃないかと。病気とかねは分かんないけど、害虫は食べた後どっか行くじゃない、その時体に窒素を蓄えて外に持ち出してくれてるんだと。要はここに濃い窒素が溜まったのを植物が吸って外に広げてくれてるね、そういう働きなんじゃないかと思ったのね。でもう一つが、南先生の研究で世界で明らかになった、土壌中の亜酸化窒素、土壌中の亜酸化窒素じゃねえ、土壌中の窒素は窒素肥料はガス化して亜酸化窒素になってオゾン層を破壊してるっていう研究、これも土壌中の窒素濃度を一定の状態に保ち続けようっていう傾向のためにガス化して抜けてるんじゃないのと先生にお話ししたのね。でさらに雨が降ると、この窒素っていうものは、地下水の方に流れ出すのね。
でこれが地下水汚染にもなってるんだけども、まあ、これも全体で見ればそういう地下水を汚染して問題だっていう話になるんだけれども、土壌中の窒素、これをね、一定の状態に減らそうと、増えすぎた窒素を減らそう、ね、このところでこうなったところを減らそうっていう働き、この3つがね、なんじゃないのって先生に喋ったので、逆に減ったら今度窒素が減るってことは炭素が増えるってことなんで、 CN 比っていうものがあって、炭素と窒素の割合で土の中の組成っていうか、そういうのを気にして、また堆肥を作るときによく使うんだけども、 CN 比、土壌中の CN 比が上がるので、炭素が多い状態になると、これ炭素循環農法からヒントを得たんだけども、炭素が増えると、まあ、四条菌、キノコかな、うん、キノコの菌が増えてくると、でキノコの菌が繁茂して減ると死ぬと、四条菌自体は窒素が多いんで窒素を放出すると、だからこれ減ってきたところ、まあ、減ってきてね、このラインから減ったところ、ここで、ね、炭素が増えて、窒素が減って炭素が増える、相対的に、で四条菌が死んで増えていく方の働きなんじゃないかと。だから人間が窒素を加えました、植物が吸いました、害虫が吸い、食べました、持ってきました、大菌出ました、地下水流れました、で減って、でこの減ってきたら、このキノコの四条菌の働きによって増えていくんじゃないの、これによって土壌の中で窒素のホメオスタシス、これが発生してるんじゃないですかっていう先生に話したのね。さあ先生はしばらく考えて、見たことないぐらい真面目な顔をして、少しして喋ったのが、それは世界の学者誰もまだ提唱してないけれども十分あり得る仮説だと評価をいただいて、俺としては先生のところに行って、いやそれはねそうじゃないんだよ、こうなんだよ、こういう考えがあってだねっていうのを教えてもらいに行ったのよ。そしたら先生が それは正しいと思うと、まだ誰も話してない、先生も考えたことがないけれども正しいと思うと言われてしまって、俺はもうそれ以上ね、要はじゃあこの本差し図正しいっていう過程のもとに進んできて、ずっと俺それをねなんか否定する材料も探してきたんだけども見つからないんだよね。いやおそらく正しいと思う。だからこれをどう栽培に生かすかっていうと、ね、畑の中にねホメオスタシス恒常性があるんだと、一定の状態に保ち続けるねこの傾向があるということを仮定して栽培を行えばいいんじゃないかと。いたずらに窒素を入れるなっていう話、量を入れるなっていう話ではなくて、例えば大量に入れるじゃない、いっぱいね、いっぱい入れすぎて今度減る方向に行くとね、そうすると栽培できなくなるからまた入れる、また入れるの繰り返しだから、逆に今まで入れてた分の半分もしくは4分の1に抑えて減肥栽培、肥料を減少させた栽培、減肥栽培っていうものに切り替えてみたらどうだろうかと。でホメオスタシスが、生物によってもたらされてるってことは、農薬とかそういう殺虫剤をね使わないと、殺菌剤とかも使わないと、そうすれば窒素がね栄養分が減ってきても、そういう生き物の働きによって栄養分は自然ともたらされるんじゃないのって、でこれがで人間が乱すから肥料が、肥料分、栄養分が足りなくなるし、人間が乱すから足りなくなった栄養分を補う力もなくなる、そうだから肥料も農薬も必要になるんじゃないのかと。むしろこのホメオスタシスを人間が邪魔しない程度に栽培で手を加えていけば、無肥料栽培ってものができるんじゃないのかなっていうのが俺の仮説なのね。うん、本当に有機農業にしても何にしてもね、自然農法にしても有機農業にしても、いたずらに肥料入れたり、使っていい農薬ってあるからそれを使ったりするってことも、これは違うんじゃないかなっていうふうに思ったのね。だからもしね、もしあれもしかしたら正しいんじゃないかって思う人いたら、畑の中の自然の持つホメオスタシス恒常性っていうものを意識して、お庭の花を作るにしても、花を育てるにしても、野菜を育てるにしても、果物を育てるにしても、そういうことを意識して栽培してみてほしいなと。でもし気づいたことがあれば、
ね、もうそれ違う、俺が言ってることが違うんじゃないのとか、ね、もしそれを証明するような、逆に、ね、裏付けるようなことがあったら、俺はコメント欄で教えてほしいなって。本当にね、日本の農学のもう世界のトップまで行った先生に否定してもらいたくてこの理論で、ね、行ったんだけれども、逆に肯定されてしまったんで、まあまあ正しいと俺は思うんだけどね、そういう信念を持ってやってるんだけども、このことについて突き詰めていかなきゃいけないと思って、だからどっかで俺農業やめるかもしれない、この方向でこの研究っていうかしたいなって、このホメオスタシスっていうものを追いかけたいなっていう気持ちがすごいあるので、だからこれをね、だから自分のもので独占する気はないので、みんなで共有してみんなで学んでいけたらなと思ってるんで、こうやって動画にしました。で、少し今のところ俺はこれ正しいと思うんで、そういう畑のホメオスタシス、これをもたらすものは植物であり、まあ要するに雑草とかね、そういうものであり、野菜であり、で菌であり、ウイルスであり、時には害虫であり、益虫でありっていう、そういう環境をひっくるめたものであるということで、その環境をね守って、ホメオスタシスっていうものを理解して、人間がやりすぎないようにやれば無肥料栽培っていうものが可能になるんじゃないかなって俺は思っています。で、これをみんなで考えていけたらなと思ってるんで、もし何かこの件で知ってること、分かったこと、思ったことあったら俺に教えてください。俺はそれをまた考えて自分のために勉強するんで、で分かったことあったらまた動画にするんで、本当に俺ネットではみんなでキャッチボールしたいなと思うんでね、とにかく情報共有できたらなと思うんで、ね、とりあえず栽培するときこのホメオスタシスってものを意識してやってもらえたらなと思います。